ガンダムライン実況プレイ実況者のエテポンゲと申します。エゴだよそれは。先ほどのメンバープラス防衛職人さん、うんね、この6人で行きましょう。予約宇宙だったんでね、さっきは地上でお願いします。やっぱりね、今日日曜日ってこともあってね、フランチェスカサーバー3308人、そこそこ稼働してますね。うん、宇宙側もさ、ちょっと宇宙ライトアーマーって宇宙行けるよね、行けるよね、行けるけどな、やっぱり宇宙戦士用のこいつがね非常に強いんでね、この子非常に強いからな。まもなく戦闘が開始されます。まあまた宇宙はちょっと考えとこうって言ってたらね、って言ってたらまた宇宙とか来るからね、本当に。もうそういうタイプの実況者なんでね、うん、来ちゃうからもう宇宙、月面基地来ちゃうからもう。さっき11位だったからな、今回はちゃんとね、ちゃんとねこの枠も押さえてますので、うん、焦ることなく召喚左官いいか確認して戦っていきましょう。どこでしょうか。 OK、 キャリフォルニアベースじゃなくて城郭都市ですね。小左官部屋だな、うん、小左官部屋ですね、うん。誰か召喚がいたっけな、防衛さん召喚だっけな。臨時式ありがとうございます。あ、そんなことないね、みんな左官だからね、うん。左官召喚部屋臨時式ありがとうございます。開幕とってなしでいこうか、うん。16オセロに参加できれば、なるほどね、開幕突なし。ってことはもう XY 無視ってことか。レーダー3上、最南北必須で、だから上か下かですよね、上か下中央、うん、ネズ通さないでねと。 OK、 ネズミ一匹通しはしないぜ。ガンダム、よし、どっから出るか、 B から、いや A から出よう、 A1 で行こう、うん、上で行こう。やっぱりね、でこの城郭はね上の方が戦いやすいんだよな、うん。やっぱり下はねスナイパーが多い気がするんですよね、気がするっていうかスナイパー多いよね、なんか崖上から撃ってくるからな。上から1番取りに行きます。 B21 でもいいんですが、うん、ハードな戦いになりそうだ。こっからの距離の方が近いよな、下から行ってね、結局2も1も取れんかったことあるからな。数字拠点はしっかり踏んでおきたい。よし、アラバジさんはプロとだな、このブースト容量せい。オッケー、ツイン持っとこうか。おっと、コンテナ持ってきやがったか、さすがやな、くれそのコンテナや、くれ。さあ突しないように防衛しながらという感じでいいのかな。ちょっと霧が濃いね、天候が良くないな、ちょっと遠いな。ミサイル来てる。うわー、びっくりした。あー、ガンダム、これが召喚なんだよな、これが召喚部屋なんだよな。ゆるさん、次は下。次は下だ。
あ、びっくり。ね、ライトアーマーはね、ライトアーマーの戦い方がね、ありますので、しっかりスプレー当ててから切る。よし、これ上登れんのかな。くそやべ、危ねえ、見つかる。あんまり出すぎるな、溶けるからね、すぐ溶けるからね。よしよし、あー、これは燃えてる。あー、やはり打ち負けるか。さすがゲール。しかもタンク回復させられとるやないか。タンク生きとるやないか。一旦ジム挟もうか。ここで一旦ジム挟もう。上行こう。北は補給1600。大丈夫やね。オッケー。サイドからね、上取ったらやっぱ下取られるよな。やっぱりどっちか取ってどっちか取られるみたいな、そういう流れになっちゃいますよね。さあ、どこからでもかかってこい。ちょっと隠れつつ行こうか。あそこに補給艦出るからね、できれば近づきたいんだけどな。回収しないと始まらんな。来てるね、一匹来たね、来たね。こけたね、こけてね。あ、惜しい、ハイエナあー、後ろから来ていた。また貴様ドム。あー、もうダメだ。くそ、やべ、いつも通りの40位だ。どうしよう、どうしよう。下、上、やっべ、めっちゃ入ってきてるやん。もうやめてくれ。ブーストが上がってくるよ。あー、リロードしっかりして、リロード済まして、よし、これでいい。あぶね、びっくりした。びっくりさせんでくれよ。よし、踏み直せ。よしよし、よくやった。ミサイル注意。いいよ、すぐ取り返してね。こっちにいるな。あー、またしまった。ブーストの管理がいつでも落ちれる位置に。よし、オッケーオッケー、耐えた。さあ、エテゾーンに行こうか。エテゾーン、霧が濃いことを利用してね。レーダーこの感じでお願い。コンテナはどんどん運んで。了解した。レーダーあるだろうな。敵のミノスキー粒子散布により一時的にレーダーが無効化されます。レーダーあるだろうな。やっべ、来た。え、あぶね、撃たる。そんな遠くから撃てんの、マジで。どこから撃ちよん。佐藤ちゃんさんが来てるな。ガンダム行こう。下か上か、真ん中から出て下行こうか。
いくぞ。よし、こっち側もうここにいるだけでね、スナイパーがほんと撃ってくるからな。晴れじゃなくてよかったわ。もう晴れてたらね、もうほんとにめちゃ撃ってくんからな。もう大丈夫ね。おーし、いいね、心強いね。味方がいっぱいいると心強いわ。もう爆撃注意、爆撃注意、爆撃注意、さらに爆撃注意。ミサイル、よしよし。ああ、くっそ、なるほどね。格闘単品だな。格闘単品でよろしくお願いしますっていうパターンだな。よし、冷静に冷静に冷静にな。いるな、いたな。ベースを乱さなければ。よし、こっち行ってライトアーマーの戦い方しろ。ライトアーマーの、こうだな。こっからこっから攻め上げていこう。レーダー音はない。後ろ行けるかな、回れるか、これ登れんのかな。ここダメか。2機。まあよくやった。うん、ライトアーマーよくやったよ、お前は。もうその寝姿非常にかっこいいぜ。その左膝がちょっと上がってる感じがかっこいいぜ。あとはジムに任せてゆっくり休んでおいてくれ。行こう。さあどういくか。うわ、めっちゃ来てないか。回収しないと始まらんな。上立ちたくないんだけどな。あー、こんなところでオーバーヒートするとかマジでやめてほしいんだけど。終わった、もう終わったわこれ。何しに来てんジム、何しに来てん。もう帰れよ、もうジム。地雷置いてあるよ、ここに地雷。もうジムもうこれやから、ジムやねん。いつまでたってもジムもね。そんなやからジム言われんねんで。もうオッケー、めっちゃ狙ってんね、あっこから。どうする、そっちから行くか。突っ込んでいったら危ないぜ、気をつけろよ。エテは最強の芋プレイヤーだからあんま動けないけども。来たな、一匹降りてきたな。違うな、あれ向こう側、反対側だな。どうしよう、どうしよう。上にいるんだよな、いっぱいいるんだよな。補給艦出てるからか、これやばいな。ここに立ってたら死ぬな。よし、あれだ。しゃ、勝ちゃいいんだよ、勝ちゃ、勝ちゃいいんだ。こう隙を作ること、隙を作ることこそガンダムオンライン。隙を作るオンライン、隙を作ってオンラインだからね。あっ、ダン、燃えてろ、ドム。今のはエテのフレアだから。フレア今落としちゃったから。ざま。ライトアーマー行こう。ライトアーマーは、
ゆっくり裏手に回って切り刻むという、これこいつの戦い方はもうそれができるから。おー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 おお、嘘やろ、今の爆風入んの？それでなくてもさ、それでなくてもなのに。あ、ドムドムいた、ドム、あー、ドム死んだ。ゲルググ勝負せえ、ゲルググ勝負せえや、ゲルググ。やめてよ、もうそっから歌うとってよ。もうかっこ悪いぞ、その寝姿。ちょっとしっかり仕事しろよ、ライトアーマー。もういつまでたってもジムだから、もうこいつはもう何回言ってもジムも。ちょっとまっすぐ行くのはね、ちょっと無理があるな。サイドから回っていこう。オーバーヒート気をつける、オーバーヒート気をつける、ミサイル注意。撃ってくる、よし、オッケーオッケー。来るぜ、絶対追いかけてくるんぜ、あいつ間違いなく追いかけてくるぜ。ビビるからやめてくれ。行くぜ、防衛さん。これでいい。後ろも気をつけてね、後ろ、後ろにも気をつけて。やばいな、アシストオッケー、アシストオッケー。登れんのかこれ、登れねー。だからジムなんだって、もういつまでたっても。もうジム何年目や、お前もう何年目や、ジム言ってみー。もうおかん心配してるで。あ、さっきやられた人じゃんこれ、さっきやられた人。やっべ、バズーカを失った。バズーカを失っても帰りませんよ、エテは。エテはそうそう帰ったりはしませんからね。ジム、お前がガンダムになる時が来たようだな、ついに。おお、いけ、ガンダムになれ。ならん、ジムだ、そりゃそりゃジムだわ。なれるかいな。やっべ、いつも通りの44、やっべ。さあどうする、ガンダム。あ、陸ジム行こう、先に。おお、核いけっか。核いったらもう GJ だぜ。いったんじゃない。あー、厳しいか、厳しいよな。荒ぶってんの、佐都ちゃん荒ぶってんの。よし、防衛さん、そこにいるのは防衛さんに、あと6番だから、6番が防衛さんだ、穴場地さんか。よし、上立ってね。陸戦ジムの戦い方しよう、陸戦ジムの、陸戦ジムの戦い方ってのを見せてやってくれ。あー、ブーストが、ブーストがー、ブーストが、あ、しゃがもう、ブーストが切れてるときはしゃがもう。よし、ちょっと上上上行こう、上行こう。よし、ハイエナ、あー、溶かされた。めっちゃ攻め込んでんね、 4GJ。 お、ちょっと順位上がった、39位。さあ、ガンダムでさらに追い上げていこう。いくぞ、間違いなく右か左かに補給艦出るぜ。出せんのかな、4取られてても。こっちから絶対サイドから攻めてくるからね、気をつけて。いやっ、
さあ、皆さんガンダムが来ましたよ。厳しいなぁ、けどミサイル飛んでくるよなぁ。じわじわ前進んでいこう、じわじわ。じわじわ進んで切るか。そこ！でかくなめんなよ！よし。やべ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 。はい、いただいた。こいついただいた。おい！くそ。そうだ、D 角だったのすっかり忘れてたわ。 D 角忘れてた。一機ぐらい、もう一機ぐらい倒したかった。ライターマン行こう。あ、下、下がき、下、下は湧いてんな、下湧いてんな。さあ、どう戦うか。下から来そうだな。そやろ。優位に立て、上に立つことによって、あ、これ、これ登れそう。ああ、だっせ。ミサイル中。ニルス、手加減してくれ。ちょっとは。あ、何そこ、バズーカポジションなのそれ。行こう、強襲陸巡行こう。出るぜ、どんどん出るぜ。押してる時こそね、ガンガン出なきゃ。押してる時こそね、守っちゃいけない。よし、行くぜ。一気にタイミング見計らって一気に出るぜ。出れねえよ、燃え、燃やされたらもう出れねえよ、もう。それは、それはもう出れねえよ。もう！きえ！むう、強えわ、やっぱり。やっぱり召喚さんはもう何があっても強いのはもう分かったから、もう召喚は強いからさ。もう戦略の狭間でね。よし、今この戦略の隙を狙って入ってくるやつを、あー、もう撃てない。ありがとう。ただ相手を修理するよりも他の人を修理した方がよっぽどの戦力になると思うんですが、いかがでしょうか。つえ、かなわんわ。ないだろう、40位かな、42位。ボエさん43位、サトちゃんさん41位。下、下集めたな、下寄せたな。そして新太郎さん39位。でこっからはね、もう召喚、あ、けど左官もちょいちょい混ざってんな。穴場地さん12位。さすがだ。あれ、なんか少ない気がするぞ。アナバジさん、あ、ボンノスケ太郎さん19位ね。うん、で123でしょ。あれ、一人いないぞ。アラトロさん、あ、アラトロさん39ね。あ、いるな。オッケーオッケーオッケー、よし。個人の評価を報告します。まカチャいいよ、カチャ。オッケー、はい。もうちょっとね、考えなきゃいけないな。うん。もっと戦い方を見出さなきゃな。
武器減らしても結局変わんねえな。ポイチュどうポイチュするか。ググろうかな。ガンオンスペースポイチュで調べようかな、ちょっと。はい、よし、グッジョブ。はい、では、荒太郎さん抜け、荒太郎さんじゃなくて、穴場地さんが抜けたな。穴場地さんと、佐藤ちゃんさん、荒太郎さん、ボンヌスケ太郎さんと、防衛職人さんでした。お疲れ様でした。